これは上まで上がる。あったかいですな。もこもこです。私ね、あのミヤさんとバジさんの夜空めっちゃ聞いてて、そうだからちょっと共演できたのめっちゃ嬉しかった。ハジさん。びっくりです、本当に。トゥ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 帰ってきました。配信すると思ったから。本当はいつも落として帰るんですよね。落としそうかなって今日も思ったんだけど、あ、でも配信するからそのままでいいやと思って、そのまま来た。ゆくりのスタバのおすすめ教えて。スタバのおすすめは無脂肪ミルクのホワイトモカしか勝たんね。無脂肪ミルクのホワイトモカしか勝ちません。帰ってすぐ配信、帰ってで、そうですね、すぐ配信しました。ちょっと遠かったんですよ。宗像までめっちゃ遠い。配信するけどすっぴんでもいいんだよ。最近なんかすっぴん多かったからせっかくメイクしとるしみたいな感じ。楓ちゃんと話した。話した。いつも話しとる。みんなとTikTok とか空き時間とっとった。ゴミ拾いできた。私はその間多分リハーサルやってましたね。今日はメンバーとたくさん話した。話せました。フルーツバスケットやりました。フルーツバスケットと、あとトランプやりました。仲良しすぎん。みんなでな絵になって机からもうどかしてね、椅子座ってやったんだけど、最初フルーツバスケットなんかどういうやつやったっけみたいな感じだったんだけど、あ、めっちゃ懐かしいみたいな感じだって。めっちゃ懐かしかった。学校でやった以来ぐらいわちゃわちゃして、そう、めっちゃわちゃわちゃした。しげさんが楽屋にいる時はめちゃめちゃわちゃわちゃ本当にめちゃめちゃわちゃわちゃしとった。お昼のお弁当、お昼のお弁当お寿司だった。美味しかった。なんか最近ね、お寿司のネタ、大人っぽいネタ食べれるようになってきて、なったんですよ。サバとか、タイとか、マグロは毎回食べれたけど、なんかこう青魚とか前絶対食べれなかったんですけど、食べれるようになった。いや楽しかった。時間が割とあったから、そうそう。で、私はあの受賞みたいなやつとかで出てない、パフォーマンスしか出なかったから、そう、ずっともうね。でも最初なんか会場にファンさんが入るときみんなで写真撮るんですよね。そう、それでそれからも結構空いたから6時間くらいずっと暇やった。でもなんかあっという間でした。みんなで遊んどったから。めっちゃ長くない？ 6 時間やったっけ。6時間は言い過ぎたかも。4時間とかぐらいかも。そのくらい。今日の晩ご飯唐揚げでした。私も唐揚げでした。なんかリコちゃん唐揚げの差し入れくれて、お寿司と唐揚げやったんですけど、夜も唐揚げ、なんか別の唐揚げ食べた。めちゃめちゃ美味しかった。さっぱり唐揚げ楽しめてよかった。よかったです。 TikTok たくさんで嬉しい。たくさんあげた。4つくらいあげましたね。
でもみんな泣いとって、なんか宗像のフェス終わって、なんかしげさんとどんどん一緒にパフォーマンスすること減ってきちゃうから、それがもう悲しいし、もうメンバーみんなしげさんとか、まあ、メンバーみんなメンバーのことが好きだから、もうね、泣いてるメンバーがもう多くて悲しかったんですよ。残りもうちょっとしか時間ないから、はい、悲しいんです本当にやばい、ドラえもん出てきちゃう悲しいんですよ本当に。なんかここでこう目合わせてたなみたいなところとかなくなっちゃうから、なんか違うメンバーになっちゃうじゃん、なんか悲しい俺が卒業する時もないでね、おりょりょおりょりょどういうこと私じゃなくて君がハローみくりん、ハロー、ナイスとミート。ジャングフードの食べ物好きですか？好きです。かえちゃんとは話した、いや、さっき話したんですけど話しました。寂しげ、そう寂しげ本当に、今日ねしげさんの写真たくさん撮ったみくりんおじいって言われたおじさんが出てしまうから。今日は何時起きたの？今日何時に起きたっけ？7時とかかな、朝早かったです。今日のパーカーかわいいね、ありがとう。ゆきんこ、ゆきんこです。早い、12月っぽい。でもあったかい、半袖だから中。ゆきんこです。ポニーテールしとったんやけど、もうポニーテールって本当に寝たくなるちゃう。もうなんかね、なんて言うんだろう、釣り上げられとるから、もう下ろした瞬間の解放感がやばくて、わぁみたいなわぁみたいなね、そうだから下ろしてもらいました。後ろで軽く結んどる。そう、解き放たれると、あれこれめちゃくちゃ方言やばい、解き放たれるのね。そうなんですよ、もう引っ張られて痛いからやばいんですよ本当に。でも自分はポニーテールが好きなんで、あのね、楽なんですよ。髪の毛ファッサファッサ長いとなるんですよね、ロングだと。そうな、重いから嫌なのよ。おだつやつやプリプリ、髪の毛サラサラつやつや、唇プルプル、いちいちみこももシチュシチュやって、やばすぎありがとうどういうことだTikTok 面白かった、ありがとう。ね、もかちゃんとね、あかりのにも乗っとるんやけどちょっと張り切っちゃった。メンバーといる時なんかね、なんかメンバーが笑ってくれ、人が笑ってくれるの好きだから、なんかふざけちゃう。やばすぎ笑うち。ちいちちゃっかり入れてた。本当よ、やめて。でもね、今日ね、なんかね、小田ちゃんにさ、ODA にさ、オーラ見てもらったんですよ。ODA はね、オーラが見えるから。で、なんかその変わるらしくて、オーラってちょっと変わるらしくて、前はなんか黄緑で、なんか平和主義の癒しキャラだったんですよね。で、もう一回ちょっとオーラ見てもらおうと思って今日ね、オーラ見てもらったらね、赤紫って言われたんですよね。赤紫ありますよって言われたから、赤紫って何って聞、どういうのって聞いたら、セクシーって言われました私がおっつなって、やっぱ写真集やったからでセクシーになったんですかねって言われました。大人の階段登る、大人の階段登りました、はい私ももかちゃん好きって。ラッコかわいいよね、ラッコ、ラッコとクマです、はい、セクシー、はい、君はまだシンデレラさ、だってやばい
魔法が解けちゃうよ、うん、写真集公開、写真集公開かなねえねえ。でもね、黄緑っていうのはずっと言われるんですよ。何回か、もう 3,4 回くらいか見てもらってて、やっぱ平和主義なんです。ムードメーカーらしいです。やったやった、いいね。最近グラビアも多いしね。そういうこと。ユキの写真集は宝物、イエーイ。世界で一冊の写真集、うん。嬉しいことあるんです。あのね、まだ言えないんですけど、でも今月中に分かるんですけど、ちょっとね、うおってなったことがあって、後日解禁いたしますムカつくねこれ。後日解禁いたしますので、待っとってください、待っとってください。およよ、何何って、何何、パワー来た。誰じゃ、おもちもちもち、いやー、馬券王だ、馬券王、ありがとう。ミクモカしか勝たんのや、やって、えー、馬券王、馬券王、イエーイどうよ、どよどよ、おしめに馬券王、馬券王って言われるこの気持ちはどうですか今日やっぱ君どかったね。オープニング1曲目ですね、君どこありました。辛いです、かっこいつも投げてくれとる、ありがとう。本当に今日カラオケしようよ、いいね、いいですね、カラオケね。最近 しとらんかな、最近しとらん気もするけど。でもね、胸肩終わってもね、あとね、あやかアニバルもあるし、10周年もあるんですよ。もう切れるな切れるな。10周年が結構相当バチバチやばくて、でもアヤカーニバルも割とやばいっちゃんね。もう本当にね、無理なのよ、本当に。武道館が緊張しちゃう、泣いちゃう、緊張しちゃうけど、先輩やから、なんかこう私が緊張してちゃダメなのよ。頑張ります、頑張ります。えいえい、おう、もりもり、がんばみくりんです。そう、周年の瀬戸にもわかるよ。でもやばいから本当に、え、来る？来れないか。なんか私のファンの方は生誕の日程が決まらないから申し込めないみたいなこと言ってたよね。当たりにくくなっちゃうもんね。あと倍率めっちゃ高いですもんね。でもやばいです、本当に。なんかやばいんですよ、10周年は本当にやばい、やばい。やばいんですよ、10周年やから。知っとる？10年ですよ、10年、長すぎんか、はあ、先輩会、先輩会噛んじゃった、先輩感出していこう。そうですね、中間くらいなので今ちょうど。うん、でも私ね、みんなびっくりすると思うんですけど、その生まれて半分はあの HKT にいるんですよ。語彙力やばい。生まれてその年齢で半分一般人、半分 HKT なんですよ。すごくない？って考えたら10年って相当長いですよね。あっという間っぽくて長いですよね。いやー、すごいですよ本当に。てか私がすごい、そんな、なんかえみたいな、生きとるみたいな、かなりすごくないですか。若い頃から入っとるからすげえ震える。え、すごくいいですよね。だから本当にほぼなんか家族みたいな感じです。まあ、HKT 入って親と会えないこととかの方が多いから、なんか親よりもファンの方とかメンバーの方の方が合ってることとか全然あるからさ、いやいや震えますね、本当に本当に震えます。めちゃめちゃ震えちゃうよ。すごいですよね、これは誇りです、誇りに思います。私すごく、
しょ。前髪伸びた。前髪も切りに行かなきゃいけないし、ネイルもしなきゃいけないし、かゆい。ネイルもしなきゃいけないし、合う髪の毛多い。ネイルもしなきゃいけないし、明日はね生写真撮影なので、なんか JR さんのあるんですよ。だからネイルができないけん、それ終わったらネイルしに行きます。久しぶりじゃない、自分でずっとやってたからネイル。お堅いお仕事が多かったからネイルできなかった。そう、県警とかさ知っとる？みんなダメよ、偽電話詐欺引っかかっちゃう本当に。ネイルをしなきゃいけないって何回も言っているので、よほどしないといけないらしいそうですよ、もうみべね、やりたいと思ったらね本当に止まらないんですよ。だから早くやりたいものをやりたいんですよ。また休業日にレッドブル買おうかなって考えてるんだ。かわいい、買いましょう、で一緒に飲みましょう。完全オフの日ある？ない、ない。でも最近体調良くないんだよね。津波辛いです。顔死んでる、顔死んでる。でもなんかそんな、なんか東京めっちゃどうだろうな、でもどうだろう福岡いることの方がまだ多いからどうだろう。だからまあのんびりできる、家で。お家ってなんか安心感ある。あさってボムの表紙だね、イエーイ。ツタヤさんでさ限定のなんか裏表紙あるんでしょ、あれ間違って買ってる人おった、なんか どっちだっけ、通常版やっけ、増刊の方やったっけ、どっちだっけ、見てくださいね。どっちか忘れちゃった。クリーンは髪をショートにする予定はある？ないです。あのね、成人式あるけん、なんかそれまでは伸ばしとこうかなっていう感じだけど、なんかさすがになんかね長すぎるじゃんね、だからちょっと切ろっかな、こことか切ろうかな、ここ？長いです、今本当になんか大人っぽくなりすぎちゃうから、ちょっとまだロリでいたいなっていうロリ好きでしょ、だからロリでいようかなみたいな感じです、まだ。ちょっと切ったら幼くなるからこんくらいかな。はい、大好きです、そうそう、だからみんなロリが好きだからちょっとロリに戻ろうかなみたいな気持ち。やっぱね20歳になると大人っぽくなりたいっていう欲よりも、なんかまだちょっと可愛くいたいなみたいな、幼くいたいなみたいな気持ちに戻っちゃうんですね、不思議なことに。だからなんか一時期ちょっとね大人っぽくしようとか思っとって伸ばしとったんやけど、なんか戻ってくるんですよね、一周回ってね。だからなんだろうな、ロリになろうみたいな気持ち。ロリになったら壁ドンして、ごめんぶっ飛ばすよ、大丈夫別にいいけどぶっ飛ばすよ、はい、失礼しました、言葉がちょっと強すぎましたね、ごめんなさい永遠の20歳だな、永遠のセブンティーンがいいな、それやったら。顔ドンされたい、顔ドン泣きとるやんそれぶっ飛ばされたい、あやばい人しかいない、助けて誰かぶっ飛ばされた、ニヤニヤしちゃう、やばすぎ怖い、もうダメですよ本当に、はい、最近大人っぽいのも多かったのでね、戻ろうかなみたいな感じ。でももったいないなって思っちゃうんですよ、なんか一回その伸ばした髪を切っちゃうのってもったいないね、もったいない感じする、もったいない。
なんか悲しくなるもん、あここまで頑張って伸ばしたのになってなるから、あまだなんかロング楽しみたいなとかなるけど、長すぎん？ヘビみたい、なんか長すぎるけん、なんかちょっともうちょっと短くいきたいね。赤紫オーラの人だ、え、そうです、赤紫オーラの人です。赤紫ってこうやってねやるっちゃうね、はい、博多弁が一番やけんだって。ミクリンね短くても似合う、本当？こんくらい。ミクリンはファンの心理をよく分かっとるって、当たり前やんか、もう何年やっとると思うと、もう9年よ、9年目よ、本当に人生の半分おるとよ、もうそれは分かっとかんといかんです。うーん、髪切ったらオーラの色変わるのか、でもね髪なんかオーラの色は変わるらしいですよ、小田ちゃん曰く。さすがのベタインスタの写真系だって、ありがとうございます。写真家の方に、あれジバルデイズなんですよ、なんかもう出す写真なさすぎてね掘ってきた。ジバルデイズのさしこちゃんの時のやつ、あれマジやって、えうん、何のマジバジ、うーん、同い年なのにすごいよミクさん、同い年なんだ、でもなんか20歳の人ってめっちゃ大人っぽい方もいればね、同じくらいの方もね言ってね、すごい、あこの方20歳なんだっていう思うこと多い、なんか今のこの感じが中学生とかやったら最高やったのになって思います。あ中学生がいい、この感じ、この感じが、うん、さっきジバラデイズって聞こえて絶対やめろ。絶対やめなさい、ジバラデイズです、じわっと来てしまったではないですか。ミクリンを敵に回すと大変、もう大変ですよ、もうボコボコのボコボコですから、ボコボコだぞ、ボコボコだから。熊本のお酒は飲んだ、飲んでないですね、まだ帰れてないです、帰りたい、めっちゃ帰りたい、熊本に帰りたい、帰らせて。また泣いちゃう、うーん帰りたいですね本当に、帰ろう、帰れると思ってたんですけど、埋まる埋まる、予定が埋まる、帰りたい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 、うん帰りたいです、はぁって感じです。宮崎の一太郎、はいタワーありがとうございます、ありがとう、かわいいタワー投げてくれてありがとう、11月もよろしくお願いします、ありがとうございます。ドゥ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 、これ硬い、コメントをしてくれているかな、どうもどうも、こちらこそよろしくお願いします。すごい、いやこちらのセリフです、よろしくお願いします。もう終わっちゃいますね今年ね、じゃあ来年もということで。いや来年もよろしくお願いします、早い、もう終わっちゃう、今年なんだかんだ楽しかったな、もう終わる気でいる、引き続きうつ病でダウン中ですが、うーん、そんな時もある、泣く時もあるけど、ゆっくり休みな、休みな、休みな、ゆっくり休みな、あのゆっくり休みなさい、もうゆっくり休みなさい、本当にもうね、これまでかっていうくらいゆっくり休んでください。メリークリスマス、メリークリスマス、スタバ行ったら
メリークリスマスの音楽流れとって、あもう そんな時期なんだと思いました。はい、帰りたてほやほやでした。そうです、帰宅ほやほやです。帰宅ほやほや。コロナも落ち着いてきたから来年はいい1年になりそうね。どうだろう、なってくれたらいいけど、もう一回流行りますとか、なんか違うの流行りますとかやったら嫌やない。悲しい、泣いちゃう人。さすがに来年こそさ騒ぎたいね。私たちの春夏春冬を返して。夏はやったってティフで絶対ねブチブチ盛り上がりたいじゃないですか。野外ライブもしたいし、握手会もしたい。そろそろなんか話すだけってさ、なんなん、嬉しいけど握手会もしたい。あとコールも聞きたい、はぁって感じです。握手会緊張する、うん、なんかでお手だよ握るのちょっと緊張しますね。緊張するはず、恥ずかしいですね。どうすればホームシックは治りますか。私ねホームシックなったことないんですよね。かんなったことないから治り方は分からない。そのホームシックさみなん、なったことないなったことない珍しいですよねきっと。私どうすれば治るんだろう、聞いてみよう。どうしたら治りますかみんな、どうすれば治ると思いますか。治りませんだって。ああ、じゃあ、治りません。寂しくならないですか？会いたいなーってなるけど、寂しくならん。快適かも。熊本帰りたいって、あ、なってたけど、でも寂しいって別の感情。熊本帰りたいっていう人に相談するのおもろいな、だって確かに帰ればいいじゃん。あ、ダメかそう簡単には帰れんか。もうわかんない、治んないから知らない、放っておこう。治んないからその感情を放っておこう。治りません。解決した、でも解決してあげたいな。あなたが今どんな状況によるかにもよると思いますけれどもね。はい、でももう私はあんまなったことないのでちょっとわかりません、ごめんなさいね、ごめんなさい。あ、 Google とかで調べたら出てくるかもよ、 Siri とかホームシック直し方みたいな調べたんで、何でもこの世はネットですね。検索してみてください。私よりも多分頭がいいことでしょう。夢中になるものがあれば大丈夫だってらしいですよ。夢中になるものがあれば大丈夫、ミクニアまでにネタが39個たまりそう。芸人やけんね、もうね本当に芸人やけんね、面白いですよ本当に。5位に上がったでござる。キャーすごい、イエイイエイ。ミクリンに夢中になればいいんじゃない。あー確かに、じゃあ解決です。私に夢中になること、解決しました。チャラ、はい解決しました。こんばんは、こんばんは。
OK Google ミクリンと何話せばいいか教えて。ネタがないの？何でもいいの、何でもいいんですよ。はい。そういう時はミクの声聞いて癒されればええのか、そういうこと。ミクモンモンこそ故郷だと思い込めってことか。あ、そういうこと。しよかったです。はい、うん、もういっそ話さずひたすら見とこうかな。やめてください。やだ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 。触覚みたいになっちゃった。配信ないとき寂しくなるのってホームシック。さあもうミクリン不足。ミク不足ですね、それはもう。はーい、ジャージやね。そうそう、あったかいです。ミクリン不足の治療法は、うん、ショールームを見る。すごいちゃんと、めちゃくちゃちゃんと配信してませんか。だから配信を見る、 SNS を見る。今日偉いんです、ちゃんと私あげてて偉い。意外としとるね。意外としとると、本当に意外としとる。目にね、前髪がかかる。いてー、前髪かかる。いてー、綺麗って言われた。違う、美容室で切らないと怒られるんですよ、美容室の人に。なんかいつも自分で切っちゃうんだけど、ガタガタになっちゃう。最近自分でうまく切れないんですよね、多分前髪が変わったから。怒られる。雪だるまみたい。コンビニの雪見大福めちゃめちゃ美味しくなっとった。なんかもっちもち、食べてみて。すごく美味しかった。なんかちょっと溶けたくらいで食べてみて。絶対溶けたくらいで食べてみてね。美味しかったです。うん、勝手に切ると怒るような美容室の人って。そう、怒られちゃう。ごめんなさいっつって。でもね、なんか他の美容室行くのもね、ちょっとね、あれよね、バチバチしとるよね。あんまり言っちゃいかんのかな、こういうのってね。なんかバチバチしてませんか、美容室の人って。他の美容室のところ行くのちょっとあんま好きではない。まあそれは当たり前のことなんですけど、なんかより一層バチバチしとる感じする。むうん、それわかる。そう、なんか普段はどこの美容室行かれてるんですかとかめっちゃ聞かれるから、いやなんか転々としてますって言っちゃう。あのここっていうの言っちゃうと、なんかちょっとピキッとしませんか。バッチバチなんだろうな、うん、だから転々としてますって言うしかない、うん、へーって言われるけどね。へーって、うん、今日検定だったけど確実に落ちた。いやー、まあそんな日もある。落ち込まずに持ち上げていこう。落ち込むな、落ち込むな、うん、するよな。嫌な顔する人おるし。そう、分かっちゃうの、人の顔見たらさ。あ、ちょっと今いけないこと言っちゃったかなとか思っちゃう、うん、思っちゃう。そういう時は、あ、ちょっと嫌ですかって言っちゃう。黙れ黙れ黙れ、うん、なんかそのギクシャクの空気嫌で、なんかここなんかね、ちょっとあれかなってなった時、あ、ちょっと今嫌な顔してませんって言っちゃう。逆に
申し訳なくなるやんか言っちゃうんかいって言っちゃうストレートすぎってちょっと笑われますいつも。でも逆にそれがいいかもしれませんね、ストレートすぎるので。いやちょっと嫌な顔してませんかつって、嫌ですかつって言っちゃう、まあ嫌ですよねって なるんです。はい、したらいやみたいな大抵の人は言うので、それちょっともうズバッと言ってみてくださいメンタル鬼強くて草、そうです、はい、うんはい、言ってみてください皆さん。今度やってみます、やって聞かれたら やってみてください。はいダイヤモンドメンタル、いやいやガラスですね、もう割れちゃう。あ、スマホメンタルなんです。私スマホって落としたらすぐ画面割れませんか？それと一緒ですぐ割れちゃう。でもあのスマホの画面は割れたら取り外しできるじゃないですか。それと一緒で、まあ、割れたらすぐ取り外しできる式になっているので、まあ、立ち直りは早い方です。チャラ、うん、なるほどうまいって、そういうこと、そういうこと、うん、立ち直りは早いです。本当に鬼早です。でも落ち込むときはめっちゃ落ち込むから、マジスマホのケースみたいな、スマホケース、スマホみたいな感じ。スマホ落としただけなのに、うん、そう落としただけなのに割れちゃうの。はい、うまいね、面白いですね、スマホ落としたら、うん、そういうことです。はい、うん、半身浴なう、いいな、半身浴した。お風呂溜めてて、で入浴剤入れてお風呂入ろうって思って、あでもちょっとめんどくさいかも、明日入ろうかなと思って、で明日入る時にあの冷たくなっとったから、なんかあったかくして、あったかくしたらめちゃめちゃ熱くなってて、もうやけど並みで入れんくて、でなんかもうめんどくさくてそのままお湯の抜いちゃった無駄すぎるねえ、無駄すぎましたね。節約しないとなんですけど、抜いちゃった、結局シャワーだけなんてマジかよっていやもったいないもったいない、本当に最悪、うん、抜くなーって抜いちゃった。だってもう入れないんだもん、しかも暑すぎて全然待てなかった。ちゃんと待ったんですけど待った上で全然暑かったけん、あの抜いちゃいました。うん、はい大胆やね、大胆です、抜いちゃいました。入浴剤がーってねえ、ほんとにって感じですね。お風呂の湯もびっくりだって、かわいい、びっくりびっくりです。水入れろやだって、じゃあね、あのね、もう お風呂をスリスレやったんですよ、本当にお風呂があるじゃないですか、もうスリスレだったから水入れようかなと思ったんですけど、水入れたらきっと溢れ出るんですね、だからもう無理だってなったんですお湯減らせって言われたその通り、本当にね、あんまし最近やってなかったからね、あんま最近はシャワーばっかりだったから、はい、うん、シュミハミクリンには痛いところ、あ痛たたた、かわいい、痛いよ、痛い、痛い、本当に痛い、うん、節約大事だから本当に節約していこうって感じです。何でも差し入れ持って帰るけん、本当に節約って大事って感じ。いつもシャワーだから湯煎に浸かりたい、わかる、温泉行きたい、あ岩盤浴行きたいな、岩盤浴汗流してお風呂入りたい、岩盤浴行きたい、行きたいな今日のお弁当持って、今日のお弁当なんかみんなで食べる感じのやつやったから持って帰る系やなかった。サウナ行きたくなってきた。サウナいいで、サウナいいですね。サウナ入りたい。
前髪が長いから。星に節約を求めますか。何、星の星めっちゃ気になる。なんだろう、整いたいな。整えてるんですよ。あ、男の子に節約を求めますか。だって、え、人のそのお金さんの価値観によるんじゃないでしょうか。お金持ちの方だったら別に節約せんでもね、税金をたくさん下ろしていただいてって感じになりますよね。税金をたくさん下ろしていただいて、税金対策していただいてって感じなので、もうね、節約せんでどん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 使ってね、もう税金回してこうって感じだけど、本当にやばいって感じだったらもう節約求めますよね。はい、節約してください。だからあなた1位の方とか毎回タワー投げすぎですよ。ちゃんと節約はしているんですか。心配ですよ。ああ飛び火あ、そうですよ、もうこの配信はすぐ飛び火しちゃうから気をつけてください。油断しちゃダメですよ。この配信で1になるっていうのはどういうことだと思ってるんですか。はい、振りますからね、話聞いててくださいちゃんと。そうですよ、だからまあ心配です。お財布がすからカンカンカンにならないか心配です。そこはちゃんとしとけばいいんですよね。はい、でも節約は本当に大事大事なんです。飛ぶのだって飛ぶ、すぐ切り取られますからね。もう本当に、だから755見たんですけど、ファンの方が、そのファンの方のお姉ちゃんからその私の YouTube の動画が送られてきたらしくて、そんなね、なんかね、いろんな人に見られてますね。びっくりびっくりドンキ。ふるさと納税して節税してます。帰ってきますからね、ふるさと納税は。15万円払ったとしても、まあ、いずれかの、まあ、いろんなねお土産だったりとかで15万はほぼ返ってくる形になっているんで、高いと思うかもしれないんですけど全部返ってきますハンバーグうん、全部返ってきたらビビる。さすがにすればビビりますけど、でもまあ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 って感じです。はい、まあ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 、はい、でもお金さんは大事ですね。はい、さとふる、ふるぽ、ふるぽだよ。ミクと会えるからそれだけでプラス。やった。みくりんこんばんは。ワッフルかわいい。こんばんわんこ、こんばんは。かえちゃんと一緒に成人式出れないね。出れんのかな。うん、かえちゃんでも来年だけどね。洋食のバイキングと和食のバイキングどっちが好き。絶対に洋食。洋食はいっぱい食べれるけど和食はもういっぱい食べれん。本当は逆なのかな。でも食べれない、落ち着く気持ちになっちゃう。なんかお味噌汁とか飲むとわみたいな。あ、わかる、それ。そうなんですよ。うん、シュシュシュ。結局一本、結局一本。刺身食べ放題でも、なんか刺身食べ放題とかね、なんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。なんでだろう。海鮮とかいっぱい食べ過ぎると気持ち悪くなる。なんかなんでですかね。ここで話してたらハンバーガー食べたくて食べたくて、ハンバーガー本当に美味しい、食べたい。でも
今日めっちゃ食べた。今日ね本当はサラダチキンだけにしとこうと思ったんですけどね、私本当に食べ物に関しては意志が弱いので、すごい食べちゃった、最悪くっくっ、うん、炭水化物祭りしたい時ありますか？常に炭水化物祭りです、常に食べちゃうね。え、もうだってそうじゃんか、じゃがりことかもそうでしょ、でパンと、お米と、麺類と、あもう私の主食ですね。はいはい、おいしいもんだって、おいしいんだよ。くぅ、ムカつきますね本当に、なんであんなおいしいんだろうっていうね。はーいはーい、いやいやみくちゃん石めっちゃ強いと思うよ、メリハリつけられるの本当すごい、優しい。でも最近自分に甘えてますね、こうダメですね、叩き直さんと、甘えすぎてますうん、人生一回やもんね。あそうですね、まあそう思ったらちょっと楽かもしれんね、もう一回味わいたいこの人生一回っていうのはもったいない。シュッシュッ、うん、あのねこんばんは、あのねこんばんは、あのねこんばんは、明日マナだよ、あこんばんは。人生何回やり直してもここに来る運命なんだよ。詩人ですか、すごい、なんか惚れた人生早終わりたい、えやばい、病んでる、大丈夫ですか、そんな早く終わるってことは私とも会えないってことですよ、いいんですかそれでも、私は嫌なんですけど、ひどい、それはダメですよ、今を楽しまないと。はい、アイスは何が好き、サーティワン、アイス大好き、年取ってからレバーの良さに気づく、レバーは本当に美味しい、レバーは本当に美味しいんです。ピンクのハート、今日のワインのレッスン着、やり直すならどこから、私ですか、どこからとかない、全然何もやり直さなくてもいい人生でしょ、やり直さなくていい、このままがいい、ずっとない、そんなこれやり直したいみたいのもない。なんか何かやり直しちゃったら今いるみんなと会えてない気がする、あだからやり直さない、ドッキーロードが一番美味しい、あいやラブポーションサンティワンしか買ったんでしょ、ハートこれかわいい、でもね T シャツなんですよ、 T シャツだからもう着れないね、これしまおう、 T シャツだからな、あ、ね、そうマックの三角パイクッキークリームやったっけ、出るんでしょ、うわ絶対美味しい、まだ三角パイ食べれてないけど、食べたいってずっと言いながら食べれてないんですけど、絶対美味しいんですよ、メルちゃんにね言われました、メルちゃんにこれミク好きそうって言われて、絶対好き、早く食べたい、でも今ダイエット中、いつ終わるんだろう、早く食べたい、12月とか11月末とか食べたい、いやーいいですねマックさん、最高、優秀、最高です。アヤカニバルのセトリってどんな感じ、あーうんいい感じ、あまあネタバレになっちゃうけど、うん
いい感じ。いい感じです。楽しみだって。うん、楽しみ。マジ男みたいな眉毛してる。強そう。そろそろカラオケしましょう。だってタワー来とるで。ほんとだ。誰だ、カズさんだ。タワーを投げてそろそろカラオケしましょうっていう圧が来ました。そうですね、かっけえな。リクエストか、けな。こいしょ。物もらいでちょっと晴れとる。熱タワー来たから仕方ないけど歌いましょうかね。何カラオケしてくれるの大好きすぎる。だってあー何する。何する。アイドル感強くなったやって。ピンクやからかじゃない。田中セゾン、マジ唇薄い。すぐ唇舐めちゃうから薄くなっちゃう。でも重くなりそう。なんか、ま、あのなんかさ、カラオケしたら重くなりそう。アイドルっぽいねって。アイドルですから重くなりそう。唇薄い。ちょっと塗ろうかな。すぐ舐めちゃう。電波さ悪くなったらごめんなさい。ほっぺ柔らかそう。柔らかい。薄いやって。じゃあ塗ってくる。ちょいとお待ちを。お待ちを、お待ちを。よごしょいしょいしょい。どこしょい。口を塗ります。服かわいいって。かわいいでしょ。韓国っぽい。口塗るとだいぶ変わる。え、何見てるんですか。ちょっと見ないでください。やめて。お色直しタイム。はい、終わり。ウインクしてください。はい、じゃあカラオケします。じゃあ、じゃあ配信落ちるゾーンだって。行かないで、行かないで。あ、電波悪くなったら本当にごめんなさい。何歌おう。何にするかな、何にするかな、何にしようかな。電波さえ頑張ってくれればいいって感じ。何にしようかな。
口移しのチョコレート。キャッ、ソロコンで聞いて、ソロ公演で聞いて。あ、カズさんでなんかないんですか、それこそ。なんか一本結びにします。何が出るかな、何になるかな、何になるかな。シュ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 。痛い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 です。痛い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 。君は僕と。痛い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 。よしよし。はい、髪結んだ、成功。気合い入れとる。そう、バチバチボコボコ気合い入れるけんね。俺に任せろ。君は僕だ。あっ、あっちゃんさん背中から抱きしめて歌ってほしいっす。わからん。君は僕だ、聞きたい。カラオケをさなあかんね。はいはい、君は僕だ。はい、あった。あっちゃんさん、あ、早かれ。カツさん、ウェイ、歌いましょうか後で。じゃあ10時までカラオケにしよう。風が教える、初めて会った時目も合わせなかった。人見知りと知るまでずっと君を誤解していた。マイナスからのこの恋、君は僕だ、そばにいるとわかる。みんなのように本当は悩んでても不器用で、そしても笑顔のまま変わらない君が好きだ。して仲直りしてきた遠回りのその分だけきっと理解できたかもね。束縛されるのは嫌だ、君は君だ、好きなように生きろ。周りなんて気にしちゃつまらない、自由でいてほしい。悲しみに出会ってもすぐそばに僕がいる。どんな時も心配しなくていいよ。そばにいるとわかる。みんなのように上手に生きられない、君は僕だ、変なとこが似てる。本当は悩んでても不器用で、そうしても笑顔のまま変わらない君が好きだ。僕は僕だ、
伝えて君がいる時間なんて奇跡に近い二人さん。えじゃあ早かれ？コールする準備できとるのか？みんな早送りする準備できてるのか？お願いお願いする準備できてるのか？行っちゃうぞ行っちゃうぞ行っちゃうぞ本日2回目いやせーの太陽を急がせろもうロマンスが始まるよ雨が雲が梅雨が明けたらこっちのもの早送りカレンダー街角のカフェのテラスパラソルやっと開いて待ち望んでいた夏がじっとついてくる天国に一番近いあの海へ誘っていいかい今年こそ二人きりで泳ごうノーセーブ着替えた頃に僕が君を迎えに行くよおうおうはいさあせーの青空を忘れて恋をもう恋の真最中眩しい日々の蝉が泣いたらためらってる時間はないよすぐにキスしよう君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい季節前に首いだけなんだ僕の負け早送りされんだじわりじわりとなんだか強くなって袖もまくった分だけ旗が焼けるのこの街を脱出したら砂浜で見つめていいかい夕暮れがやってくるまで眠ろうどんな水着着替えるのかなでも誰にも見せたくないよOh, oh. さあせーの南風を吹いてくれ胸の奥ざわざわと青い白いまたおとなしい考えてる余裕はないぞ燃え上がろうぜ僕を好きか、もう大好きか、もうそんなこと聞けないよ。夏がきっとこの先に期待して、準備中、情熱は誰んだ。せーの青空を
前に首だけなんだ僕の負け早送りサレンダー早送りカレンダーHKT の曲は盛り上がりますね。キャッチだ。イエイイエイイエイ。いやーいやはや最高。HKT 最高。盛り上がるー。盛り上がるー。うっさー。もう時間ないから早くどんどん歌ってこや。気合は入ってた。そうやっぱセンター曲なんで。画面の前でめっちゃ手ぶれ入れてました。何しようかな次。さあさすがでした皆さん。コールがさすがでした。皆さん最高ですね。次は何が聞けるかな。何しようかな。乃木坂さん、欅さん、イコラブさん、 AKB グループが大丈夫ですね確か。あとなんかラストアイドルも大丈夫だったっけ。秋元先生絡みは割と何でも。みーの歌いたい歌を、え、本当に言っとる。ねえ、あのね、歌えるか分からん。僕らの制服クリスマスは全部歌えん気がするんだよな。なんか何にしようかな。なんとかなる。いやいや分からんもん。クラブさんに失礼やんか、うん、とか言いながらほぼ歌えん曲が多いんやけど。出会いの続き、なー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 、生まれたんだ。出会いの続き、出会いの中で、声出るか分かりません。各曲がグループごとに歌う。せっかくやからもちもちさんと一太郎さんもリクエストする。今ちょっと出会いの続き歌おうかな。あるかな。あ、嘘、ごめん、なかった。え、嘘や。ん、渡辺真由さんあると思ったんだけどな。あ、あった。あれ、なんでだ、漢字が違うんか。ありました。あったらいいけどね、なんか漢字が違いました。はい、歌います。出会いの中で続くものって未来のために選ばれたもの。偶然の二人を超えて一つの愛が生まれたんだ。プロセス
たい気を使わないあなたがあったの出会いの中で続くものって一番自然な関係性よわがままな私も全てあなたにならば見せてこられたから他の誰かと知り合ったって変わることなく付き合えたんだ会えない時も胸の奥思いだけはずっと続いてる確かめる必要ないはいここわかりませんはい愛とは自然とだ残るものはかけがえない真実合ってるかなすいませんすいませんでしたすいません諦めましたの中で続くものって未来のために選ばれたものいっぱい別れ繰り返してたった一人わかりません出会いの中で続くものって理由があって惹かれ合うものなぜなのか気づかないまま次ね最初はただの知り合いなのに次第に心許し合ってくそんな無意識のプロセスいつの間にか大事な人になる最後もわかりませんごめんなさいないんですけど、あ、もうちょっと10時過ぎちゃいましたね。どういう服か見せて、こういう服 T シャツっていうね、季節感間違いすぎ。もちもちさんと一太郎さん、なんか買い取った？見てってないですね。素晴らしいって、ありがとう。盛り上がってきたのにやってなん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 え制服クリスマスあいやイコラブさん歌えるか分からんのよね間違えてて怒らないですかだったら歌うけど怒ったら怒るから私が怒り返します怒りまへーやってはい制服クリスマスえ歌えるか分からないえ、本当に歌えるか分かりません。入っとらんのやけど。イコラブさんって調べますね。イコールラブ。え、歌えるのかな、まあ、ノリでいけるかな。ノリでいけるか。クリスマスやしね。僕らの制服クリスマスか。なんとかなるべ。かっこならなさそう。私もそう思う、まあ、頑張ってみようリハリハえもうねこっからわからん君に似合うと思ったんだグレンチェックのマフラー見たことない景色は僕らの制服クリスマス意味わかんないけど踊っちゃうよね特別な日なのにごめん待たせちゃって夕暮れの乾いた風君のスカートが揺れる大丈夫私
ていくクリスマス。もうコスプレだ。優しく抱き寄せて強引にキスをする。なんてことできないなら空の色だけが変わる。まっすぐな瞳に僕は戸惑う。君はい、わかりません。僕の気持ちは止まらないよ、きっと君よりも。もう僕のこのドキドキが割れないようだ。そう、来年のクリスマスは僕が勇気を出すね。初めてのときめきは君との制服クリスマス。あ、絶対ねえよこれ。 Dメロはわからんのよ。君は君の絶対わからんのよ。怖いよ。あ、これ改札の前、君の手掴み、大人にはもう見えない世界。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのさあ、すいません。ノリでいけましたね、でもちょっとだけ。ちょっとだけ。はい。やーい。じゃあ次はね、一太郎さんだ。一太郎さん。いやちょっと、でもクリスマスなんですね。くぅ、今年のクリスマスも一緒に過ごしましょうね。ラブ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 。あ、何だ、ロマンティック病かな。やって、あー、なんか攻めるね。定番攻めますね。ロマンチック病になっちゃった。ロマンティックティック、くしゃみ出そう。ロマンティックあるかな。病あった。はい、一緒に行きやす一緒に行きやす。えっ、話をして見れたアプリさよなら。次に会った時には好きすぎて目を忘れることもできなかった。ぎこちない、しょうもない、ありえない。恋をすると誰もがいつの間にか、それ以前と人が変わるもんだよ。まるで別人のように、ロマンティック病、ふわりここから。
だって瞳は一方通行を相変わらず上がりっぱなし、あっという間にいっぱいいっぱい、なんとあったところで好きすぎて個人的な話できなかった、可能性将来性協調性、恋と愛は違うよ気づかれたい、それが恋さ、そばにいるだけでいい、それが愛だとわかった、ロマンティック秒、ふわりふわり風に乗れ、ポジティブに吹かれよう、嫌なこと全部溶けて肩の荷を下ろして、ここはまるで天国、ふわりふわり風に乗れ、ドキドキに目を閉じろ、この願いが届かなくてもありません、正直なのでありません、せーの、ロマンティック秒、ふわりふわり浮き上がれ、現実は忘れよう、悲しみはここに捨てて、心軽くなって、夢を見ればバラ色、ふわりふわり浮き上がれ、ときめきを思い出せ、この想いが叶わなくても今の僕は最高だ、ラブバルーン、するね。一個一緒一。解かれました。イエーイ。え、なんてだって。一個一緒一。はーい。以上ね、カラオケタイムでした。盛り上がったやって。やったー。夜中に。盛り上がっちゃいましたね、はい、うん、定番の曲をいっぱい歌いましたね。もうわかる、ファンの方はね、早送りカレンダーとロマンティック秒が好きだもんね。もうおしまいやって、そう、カラオケはおしまい、なんか言う、カラオケはおしまいなの。でもみくりんでも疲れるよね。疲れない、疲れません。イコラブ初めて聞いたけど好き、いい曲なの。強がり、初めまして、初めまして、ミクリンセンターの曲一番大好きだしよ。うーん、嬉しい、ありがとう。まあ、曲に恵まれとるね、ロマンティック病は特に。ね、もう終わりっていう人いるけど、だってもうないでしょ、リクエストないんですよ、ないんです、だからキリがないですね。これでいつでも寝落ちできれば本当にランキング読むまでいなくていいんですか。今日何時に始めたっけ。じゃあ11時15分に
ぐらいに終わります。 OK？ また全然やるやんけみたいな流れやね。あと1時間や。もう終わるとか泣くぞだけやん。あと1時間って言っとるやん。殴ります。今来たのにカラオケ終わりなの。何を歌う？逆に何歌う？何がいい？みね、みんなが歌ってほしい曲しか歌いたくない。だからリクエスト欲しい。何がいいかな。おこだお。おこだお。乃木坂のアイシーって好き。あ、アイシーなんとかでウォウウォウみたいなやつですかね。あんま詳しくないかも。グリーンフラッシュ、あ、アリーなんかコメントで多いのとか見てますね。真犯人フラグは見なくていいの？見なくていい。録画しとるし、なんかこれで見るの怖いんですよいつも。なんかちょっとあれさ、 BGM 怖くないですか？一人でね見れないのよ。怖いのよね。なんかBGM 怖いからいつも携帯で移動時間とかに見てます。フルで入ってるんですよ真犯人フラグ。あゆみちゃん泊まりしたくなる歌いますか？イエスイエスイエス。西野七瀬さん推しということで帰り道は泣いちゃん好きすぎて本当に大好き、本当に大好きです。なんか結婚したいまである。男に生まれたかったな。あ、まあ、男に生まれたからってあの結婚できるわけではないんですけど、見つけたかったな。今でも見つけますよって話ですけどね、はい、見つぎたいです。見つがせてください。何にしよっかな、何にしよっかな、何にしよっかな。と言わせて、アイスワンダメなんですよね。ワンチューキース抱きしめて、ね、あ、ダメだと歌っちゃう、はい、何しようかな、ね、コメント欄を見てます。とりまーこんにちは。何しようかな。じゃあ逆に乃木坂さんだったら何がいいですか。どんどん聞いていこう。そのグループで変えていこう。 NLB さんだったらとか、あの SKE さんだったらとか、わかんないけど、いけるとこ行っちゃおう。うん、ガールズルールか君の名は希望かな。逃げ水、あー、はい。ガールズルールか君の名は希望、どっちかやね。どっちですか。じゃあその二択だ。どっちがいいですか。きっかけも好き。あう、私も好き。ガールズルールが多いですね。じゃあガルルにします。ガルルってみんな呼んどるんや。夏じゃないけどね、もう
HKT でやりましたね、これ。ガールズルールと、あと制服の招きもやっとる。ハンさんがやっぱ知っとるんやろな。このルームはいつも夏らしいです。海岸線をバスが進む。空は高気圧。これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿。前回にした窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる。バスタオルを巻きつけて、10秒で水着に着替えよう。なんでも見せ合える仲じゃないか。 1,2,3 3,2,1 女の子たち
パチ。やーい。いや。やいやーい。はい。何時までって決めたがいいかな。カラオケね。イエーイ。なんかあれでやりましたよね。なんで踊ってるんだ。HKT の九州ツアーかな。でやってましたよね、メドレーガールズルールやった気がする。あれアリーナツアーだったっけ、わからん、忘れた。なんかでやりましたよね。私なんかで踊ったんですよ昔。なんだっけ、でも忘れた。え、関東ツアーじゃない気がする。え、それで関東ツアーだったら申し訳ない。でもね、なんか HKT でやったんですよ。制服のマネキンもやりましたね。あれ関東じゃねえだって。あ、本当ですか。え、そう、なんかねやった覚えがあるんです。でもなんか九州ツアーだった気もするけど、ちゃうかな。え、九州ツアーだった気がするんだけどな。何回かやってそうな気がする。 DVD で見たことある。嘘、 DVD 化してますっけ。そりゃしてるか。なんかでやりましたね多分。多分、グリーンから目が離せん。やった。あ、明日学校なのでもう寝るって。おやすみなさい。そうですよね、早い早い、早寝せんと起きれないから。11月のアンクレット、うおー、うん、あ、そう、欅さんの懐かしい世界には愛しかないもやりましたね。にセリフ言いたかったな。空を見上げたみたいなやりたかったな。ただじっと眺めるだけじゃん。でももう踊り忘れた。違う踊り踊ったし、喉疲れてない。大丈夫大丈夫です。いつもねメンバーとカラオケ4時間とか歌っちゃうから喉強い。世界やっとく。いやいや、え、セリフ笑っちゃうからできないんですよ。ちょっとあの下手すぎてできない。サステナブル2人セゾン、アンクレいいねだって。お、じゃあアンクレにしよう。 AKB 初選抜の時の歌や。ちゃん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 、11月、あ、もう11月やからか、そういうことか。なるほどね。おお、11月にふさわしいですね。 AKB のイエイエイ、懐かしい、泣く。Yeah.
きっと寝てるよなんて責められてるような気がした。手と畳んだオープンテラー、ガラス窓の向こう側、この空と渚から色が消えたみたい。あの夏のアンクレート今すぐに外そうか。波打ち際を走ったスマッシュに揺れていた。思い出よ眩しい日差しの下で寄せるさざ波水しぶきまで切なくなってきた。思い出はいつかどこかで片付けるつもり、彼の家までこのまま送ってくよ。アンクレートアンクレート、左の足首に11月のアンクレート、今でも外せ。終わろうかな。まあ、うん、やーいちょっと久々に歌って久々に踊ったからちょっともう振りがわからんかった。自分の歌割りのパートすらも忘れてます。多分テントを畳んだオープンテラースなのかな。あの時みくりんが選抜に入った嬉しさ今でも忘れない。いやね、本当でも本当に嬉しくて、なんか握手会の時に発表されてたじゃないですか画面でさ。もうみその時休憩時間で正直寝ててなんかみくりんみたいな言われてえってなって、その名前が出とったから泣きました。その後握手会に出なきゃいけなくてね、泣きながら握手会してましたね。もうねね、寝てたのかよ。いやほぼフル部数じゃないですか、睡眠室っていうのがあるんですけどね、寝てたんですさんとその選抜発表があるときは起きてましたよね。いや泣いた、めちゃめちゃ泣いた。でも多分握手会でたくさんファンの方が並んでくださってたから AKB のさ選抜に選んでいただけたんだろうなって思ったから、自分でなんか割となんだろう、皆さんのおかげで入れたっていうので、なんていうの、不安だったんですけど、割となんだろう、なんか安心しました。割とファンの人も喜んでくれてたしね。いや嬉しかったね、あの時は。私も覚えてますよ、はい、懐かしい、めっちゃね嬉しかった。な、一つ一つなんかさ目標ができて目標を達成してっていうのが楽しかったし、あれですね、なんかいやもうね、目標をどんどんなんかちっちゃい目標からどんどん叶えて叶えてってやっていってってさ、もう9年目になるけどさ、どんどんその目標が大きくなっていくわけじゃないですか。なんか難しいですね
どういう話なんか難しいなって思いました。なんか目標って叶えるとすごく嬉しいけど、とっても寂しいものですよね。もうその目標を叶えたいと思う気持ちがなくなっちゃうんだもん。深いね。うん、深いのよ。今の目標ですか？いやなんかね、もうみーね、ここまで来るとこのなんかそのこれっていうよりかはなんか、うん、なんか大きい目標になっちゃうからうんって感じです。でもまあちっちゃい目標でもないんだけど、言ったらキリがないですね。ソロ曲をもらいたいな。なんかいろいろあるけど、全部なんか仕事を自分で掴んだもので得たソロ曲が多いから、なんかもらいたいです。ソロ曲欲しいな。みんな声好きって言ってくれるし、あとはうーん単独センターっていうのに、今までダブルセンターだとか、なんかその君どこだったら、まあ、燕選抜の単独センターだけど、もちろん瑞穂選抜っていうのもあって、24人バージョンがあってのダブルセンターじゃないですか。なのでちゃんとしたシングルの、まあ、16人選抜でもでの単独センターは一回もないので、コンサートとかで真ん中に立たせていただいたりとか、前の方になったりとかアンダーで入ったりだとかはあるんだけど、シングルとしてちゃんと残るものとしての楽曲リリースでなりたいな、一回はなりたいなっていう。なんかそのこういう発言をすると、中にはそのみくりんはもうそのそこを目指さないで、その隣を支える位置でいてほしいとか、どこでいても輝ける位置の人になってほしいって言われるから、あんまり発言はしにくいんですけど、でもなんか卒業するまでの1回はなんかなりたいなって思います。残したいなっていう、その残したいじゃないですか。やっぱ HKT で8周年迎えて9年目になって、こんな何年もやってて、なんかこれだよっていうものを残したいじゃないですか。今あるのはやっぱロマンティック病だったりとか、なんかこう何かしらイベントとかそうものでファンの人と一緒に得たものが残ってるって感じで、ちゃんと自分がこうなるものみたいなの少ないので、うーん単独センターかな、かシングルのちゃんとしたっていうかちゃんとしてたんですけど、君どこも。でもやっぱね、2人だからちゃんとした1人の単独センター欲しい。あとはあとは雑誌の表紙たくさん飾りたい。でもこれ目標っていうか、なんかなれたらいいなみたいな感じだから、目標だったらそれになるのかな。ソロ曲とシングル単独センター。私あまりこの発言はしたくないんですよね。なんかこうね、私もね、あのね、若い子とか未来のあるセンターの子も見たいっていう気持ちがあるのよ。自分もなりたいっていう気持ちもあるんやけど、なんか HKT のことを思ってセンター誰がいいんじゃないかなっていう目線もあるから言いにくいのよこの発言は。でも一回はなっときたいな、いつかね、いつかなってみたいなっていう気持ちがあります。はい、いつか、複雑なんですけどいつかね。はい、あとね、あとなんかあるかな、目標。でもどんどん叶っていっちゃって、一つ一つが大きい目標になりすぎちゃってるから、なんか辛いね、悲しいですよ。逆に目標が叶っていくのって嬉しいんですけど、叶っては何も目標ないやってなった時って悲しいですよ。目標ね、それは逆に今一番でかい目標って何？今一番でかい目標は、私個人でのでかい目標はあんまないんですよ。HKT でのことになっちゃうんだけど、もう人気なグループにしたいなっていうのがあって、やっぱり東京ドームとかにも立てれるくらいの人気、世界はでも活躍できるくらいの、なんかなんて言うんだろう、今回の、セカンドアルバムのHKT のタイトルがアウトスタンディングじゃないですか。でアウトスタンディングっていう意味は、
一個抜けてる、ズバ抜けてるっていう意味があるから、うん、秋元先生がやっぱねそれを HKT につけてくださったってことは、どのアイドルグループよりも群を抜いて一番にいてほしいという意味合いも込められているんじゃないかなと私はね思うので、そういう存在になりたいです。やっぱ紅白でトップバッターに出させていただいた時代あるじゃんか。私は昔からいるからその時代も知ってるので、まあね、まあ難しいんですけど、まあ一番はメンバーもファンも平和に楽しくが一番だけど、その中でもね、なんかそういうにグループになったらいいなって思います。まあアウトスタンディングっていう言葉にはいろんな意味が込められてると思うし、人それぞれ意味のさ取り方が違うんですけど、私はなんかその楽しくだけじゃ嫌で、もっと頑張っていきたいなって気持ちなんですよね。その HKT というグループをもっと人気にしたいなっていう気持ちがあるので、なんかそれが一番大きい目標です。でも私一人じゃ無理だし、ファンの人とか大人スタッフとかメンバーとかみんなでやらないと叶えれない目標だから、これは大きい目標、自分一人じゃ叶えられないものこそ大きい目標です。はい、頑張りましょう、頑張りましょう。でもなんかコロナ禍とかでエンタメ業界はやっぱ難しいので、今はそのファンの方とかと会ったりとかがすることが主だったので、ちょっと悔しいですよね。悔しいですよね、会いたいよね、会えてるけどね。おお会いたいよね。うん、あ、なんか真面目な話やましないから、なんか真面目な話しとるって言われとる。そうよ、やっぱ大きい目標ってなったらそれかな、うん、うん、かなと思ったら赤ちゃん言葉ねえ。全国握手会またしてほしいな。あー、ありましたね、ペア握手会とかありましたね、あのカオスのねえ、浮気してんのバレバレだぞっつうね、ペア握手会ね、マジでね。だってペアでさ、メンバーペアでファンの方が会いに来てくれるんだけど、隣のメンバーミクのファンの方のことをまるで友達かのように接しとるんよ。おい、なりますよそりゃね、どういうこと本当に。ねえ、そうやってね、いつかバレていくんだからね、マジで隠さないで堂々としときな。本当に本当にね、好きだったら隠さんで堂々としとくと、本当にあのね、何よりも一番監視しやすい環境やから気をつけてください本当に。何よくありがとうってさ、隣のメンバーが言っとると、ミクのファンの方にうわおいみたいななりますよそりゃ。もう口、すいませんね、口が悪くなってしまってね、なんで知っとるとってなりますよねそりゃね。えミクの気持ち考えたことある？別もうないからいいけど。バレてますかって、めちゃめちゃバレとる。あとね、もう一個言いたいの、本当にもう一個言いたいけど、今はあんまないんやけど、 T シャツ重ね着してるでしょね。えすぐさ、そうやってさ、他のメンバーのレーン行った時に着替えが早くなるように、やっぱその一部じゃいろんなメンバー回るのがあれやから、 T シャツ重ね着にしてますよね。うっすら透けとんのよ、ごめんけど。バレなのよ、うっすら透けとんのよ。ミクリンって書いてあるその生誕 T の中にうっすら、え、おめでこっぽ、おめおめでこっぽみたいな、うっすらかね、書いてあると本当にね、マジでね、気をつけた方がいいですよ。私そういうのに敏感なんで、はい。だから私いつも生誕 T シャツ作るときは濃いめの色にしてるんですよ、わかりますか。20歳はああやってシンプルな感じにしとるけど、いつも赤、ま、真っ赤かとかさやってるじゃんか。それはもしもあなたが私の T シャツの上に他のメンバーの T シャツを着た時に他のメンバーにバレるように仕向けているんですよ。
どうですか、怖くゾッとした？そう、赤で真っ赤っかになっちゃうから重ね着できないよっていうことと、やっぱ私のその T シャツを着て、その中に誰か違うメンバーの T シャツを着てたとしても私は知りたくないから、バレないようにも真っ赤っかの透けないような色にしてるんですよ。はい、そうなんですよ、怖い女ですから、女は怖いですから、はい、ちゃんと考えてるんですよ、やっぱそこは。いや、嫌じゃん、違う、普通に考えて、私の生誕 T 着てて、その生誕 T でなんかそのうっすら文字が見えてたら嫌じゃないですか。私は嫌です、嫌です、私は。だから私はもうミックが見えないように真っ赤っかな個性の強いあの色にしてるんですよ。黒とか赤とか、そういうことです。はい、これはあのいいこと、私だけがいいこと、ファンの方にとってはね、だからシンプルな方がいいかもしれないんですけど、私にとってはもうやっぱね、そうです。でもまあコンサートとかライブとか来ても色が濃いので目立ちますよね、見つけやすいです。プラスにしかならない、ミクにとって濃い色は。本当に皆さんにとったらもう恥ずかしいだったりとか透けちゃうとかあると思うんですけど、私にとってはもうプラスしかないので笑顔で怖いこと言ってる、はい、もうバッチリです。だから来年の生誕 T からもどんどん濃くしていけたらいいなって思います、私。はい、20歳は優しさを持つ大人になりたいなと思ったので、シンプルにね、白とかね、もうね透けませんよみたいな色にしたんですけど、21歳からはまた堂々とバチボコ濃ゆい色で戦っていきます。はい、うん、田中美久って書いてるセンター T シャツ意外とお気に入り、おー嬉しい。ミクのおばあちゃんがいつも着てくれてます、ご飯作る時とかお家いる時、いつもね、おばあちゃんが生誕 T 着てくれてます。ファンの方が作る生誕 T みたいなのもあるじゃないですか、あれも着てくれてる。うん、ミクリンと暮らしたい、いいじゃんいいじゃん最高いいじゃんいいじゃん最高バーバリン自慢のお孫さんやね。おばあちゃんね、野球が好きだから昔から一緒に野球見てたんですよ。みかんはちょっとその時はルール分かんなかったんですけど、だから始球式と か, なんかそのソフトバンクさんとのお仕事とかが多いじゃないですか、めちゃめちゃ喜んでくれる、本当に。そうだから、なんかもうね、そのおかげで頑張れちゃうね走る方向わかる野球はちょっと難しい、うん、野球ちょっと難しいです。うん、おばあちゃん高校、家族高校してます。家族高校したから早く車の免許取りたい。うーん、取りたいな、免許取りたいな、あとバイクも取りたい、ずっと言ってますね、バイクと車の免許取りたいって。ピンク似合うやんって、桜色、うん、バイクはやめておきだって。でも私バイク好きなんですよね。でもバイクは事故る確率が高いっていうからやめた方がいいって言いますよね。でもごめん、多分バイク取るわ多分取りそうな気がする、わかんない。うん、バイクね、はい、バイクと
お父さんがバイク好きでよく乗ってたので、お父さんの後ろにバイク気持ちいいってなって、トーマン入るはこれだって。マイキー、マイキー大好き、マイキートーマンに入ってマイキー支えます。トーマンに入ったら多分竹道役になると思うんですけど、頑張って支えます。気持ちだけは負けないんで、ミクは絶対トーマンに入ったら竹道って言われました、お父さんに。日夜からもう怖いもん、喧嘩なんてやめてって感じ、みんな本当に喧嘩やめてって感じ、殴り合いとかね、もう怖い、本当に本当に怖い。私防御の格好で絶対行っちゃう、あんな何いけない、自分単体で絶対に。あのさ、宇宙とか行く時のさ、なんかこうあるやん、こうなんか硬そうなさ、ウォンウォンみたいな、あれせんといけん、そう怖いもん。お父さんとその話できるの楽しそう、楽しいね、うん、防御の格好じゃないといけん、宇宙服じゃないともういけません、戦いに。怖いもん、うん、そんなんじゃひなちゃん守れないよ、だってひなちゃんと一緒に逃げる逃亡するから、ミクだったら怖いもん。もう誰も私たちのことを見つけれないような、もう田舎でひっそりと暮らすよね、かもう無人島行く、無人島、無人島で暮らす、怖いもん怖いもん怖い。やっぱ闇なんで無人島行きますね、ヘリコプター乗って無人島行って、はい。無人島に何持っていくん、水とご飯とひなちゃん、それさえあれば生きていける。あと槍、槍は大事や、槍、槍、槍は何かあった時のために槍あのお魚とか槍、そうそう、で火はこう起こせるやんか、こうやってね、うん槍ヘリの免許500万円かかります、キャーすごい、うん、戦うよりそっちの方が大変、確かにバカな確かに無人島行く方が大変、確かに確かにあれみたいななっちゃいましたね、はい無人島で、ぜひショールームをしてほしいです。多分ねソフトバンクやから県外なんですよ、本当に本当にね県外なんですよ、その前にも県外、うん、ヘリ乗った時点で県外やからアオイタン連れて行かなね、イカダ作ります、まず虫で悲鳴あげてそう、あー絶対やだ、本当にやだ、絶対やだな、虫大嫌い、本当にやだ。えなちゃんは？Wi-Fi 持ってこう。無人島に一番ついてきたメンバーは、メンバー？磯田さんじゃダメ？知ってる人いるかな？
磯田さんじゃダメかな。磯やんって呼んどるんや、みんな。磯田さんじゃダメ。ダメかな。ダメやだって。磯田さん連れてったら何でもしてくれそうなのに。すごいなんか強そうじゃない？なんかこういろいろできそう。なぜ磯田さん強そうだからなんかやってくれそう、いろいろ管理してくれそう。パシリ要因じゃない、パシリ要因じゃないです。そんなひどいこと言わないください。磯田さんに合わせる顔ない。違うよ、そういうことじゃない。なんかいろいろやってくれそうだけど、いろいろやってくれそうだけどさ、パシろうとは思ってません。パシろうとは思ってないけど、あのいろいろあの魚とか取ってくれたりとか、火起こしてくれたりとかしてくれたらいいなって思ってるだけで、パシろうっていう気持ちはないですよ。はい、いやいや、そんなやめてくださいよ。それをパシリと言います。いやいや、そんなやめてくださいよ。なんかでも寝る場所とかもなんかこう作ってくれそうだなっていう、なんでもやってくれそうだなっていうので、ちょっと磯田さんかなっていう気持ちがあります。はい、そうです、そういうことです。はい。あと虫とかもね、退治してくれそうですし。はい。はい。寝る場所は俺が作るって、あ、すごい。じゃあパシリ要因2になっちゃうけど大丈夫ですか。あ、パシリって言っちゃった。パシリ要因2になっちゃいますね、したらもう。自分が言うとんねん。そう、自分が言うとんねん。認めた。パシリになっちゃうな。はい、なっちゃいますえ。でも皆さん、私と一緒に無人島行きたくないですか。絶対楽しい、いろいろできちゃうから。火起こしとか、魚と捕まえたりとか、寝場所とか作れるんですよ。いろいろ経験ができないことをできちゃう。お、みんな行きたいって言ってくれてる。わあ、嬉しいよ。そんな喜んでパシリになりたいって言ってくれて、やった。あー、たくさんいますね。嬉しい、そうやって。やった、パシリ要員たくさんいる。最低。でも皆さんそういうことですよね、パシられたいみたいな感じですよね。やった、嬉しい。じゃあ無人島行くね、イベントがあったらぜひパシられてください。絶対ないんですけど。はい、ない、そんなんないんですけど、まあね、まあ、何やるのかわからないのがやっぱ HKT じゃないですか、でミクリンじゃないですか。はい、そういう時があったらね、喜んでパシリ役されてください、お願いします。パシリイベントです。はい、イエーイ。優しい。中にも嫌だって言ってる方もいらしたので、はい、強制的に連れて行きます、無人島に。はい。そんなのない、そんなのないですけどね。はい、うん。ひどい。強制と強制です、カオス。ちょっとカオス、うん、あるなら喧嘩買うんかい。
バスツアーを行った前行いましたよね。あと大任町のロケでもみんなと一緒に私も移動するみたいなので半日一緒にいる、そんな神なことない。さすがふるさと納税お高いだけある、うん、く神イベ。そう、あと写真とかも撮れるし、うん、バスツアーでもパシるの、はい、パシります。え、ダメですか。たー来た、誰だ。あ、パシリのもちもち、やったー。お願いします、来週パシらないでください。来週大任町来てくださりますよね。えー、嬉しい、パシらないでくださいって言われた。パシられるー、だって。え、でも名前が1位の方はあのパシリのもちもちって書いてらっしゃるので、パシリ要員のなんて言うんですかね、やっぱこうお手本と言ってもいいんじゃないでしょうか。うん、名前がもうパシリのもちもちなので、なんかもうパシリになるために生まれてきたみたいな感じですよね、きっと。ですよね、そういうことですよね、やっぱ。はい、来週楽しみですね。来週か、大任町のロケ。わーい、ありがとうございます。タワーもね投げてくださってね、しっかりとありがとうございます。やったー、お手本見せないと、パシリの。嬉しい。来週か、早いですね。はい、うん。やったやった、何してもらおうかな、楽しみに。何してもらおうかな、うん、でも私が考えたのでロケ地とか任せんしゃい。延期になったから行きたかったところとかちょっと行けないところもあると思うんですけど、楽しみ。あとね、みんな寒くなるからちゃんとあったかい服装で着なね、寒くなるからね。うー、上着貸せないよ、うん。はーい、だってはーい。ミクリンって今お願いある？だって。お願いですか？肉まん食べたいから買ってきてほしい。最低。お願いですか？でもなんかこれ以上パシったらなんかみんなに怒られそうなので、うん、ないです。ないです、お願い。すぐパシる。ごめんなさい。肉まん見る、肉まん食べたいなって。今コンビニの肉まんほど美味しいものはない。あ、551も美味しいんですけど。はい。うん、あ、みんなコンビニ行ってくれるんですか今から。ありがとうございます、やったー、お腹すいた。すぐ食べたいから5分以内でお願いします。やっぱ冷えてるの食べたくないんで5分以内で。性格やば、性格やばすぎ。5分以内いける人いたら、はい。はい、嘘です。はい、いてください、ずっとここに。はい、5分でも離れたくないのでいてください、ここに。はい、ごめんなさい、嘘です。やっぱ離れちゃうのは寂しいのでね、はい、ここにいていただいて5分以内いけます。だってもうアイリンさんも、ね、女の子だし、まあその男性の方ももちろんなんですけど、ここにいてください。はい、全然もうやっぱ結婚はできんね。うん、こちらこそお断りだね。
来世で結婚しよう。今世では多分結婚できんとしても来世では絶対結婚できるから、そうそう、来世やね。水っちはもうそう、来世そういうこと、はい、結婚してもパシられるのかな、だってなんか全然パシるって言い方は良くないですよ。相手のことを思って行動するっていう意味ですから、パシるっていう言い方はちょっと語弊があります。はい、全然もう違いますよね。そうそうそう、えですよね。私も思ってることをやるし、だから皆さんも思ってることをやるって感じです。今更何を言っても遅いだって遅かったみたいで、じゃあやめる今更何言っても遅いみたいです、じゃあもうやめます。はい、すいませんね。はい来週マジで怖えな、だって、え楽しみです、イエーイ。はい、一眼持って行ってもいいの来週。あ、うん、持ってってもいい、そう持ってってもいいです。え、一眼持ってくるの？てか一眼持ってるんだ、すごい、取られちゃうの恥ずかぴ、やめてね、近くで一眼とか、なんか鮮明に映りそう、はず一眼いいね、楽しみだね、イエーイ、楽しみすぎます。スマホのカメラで撮れば、せやね、スマホのカメラの人が多いのかな、うん、知り合いのお宅にカメラ貸してくれって LINE してきました。うわ、大事にせなんよ、カメラってマジで高いから、本当に10万ぐらいしますよね、10万以上かな、5万以上かな、カメラって高いんでね、本当にね、いやーね、はい落としたら弁償します、イエーイ、すごい楽しみ。何の話、来週の大東町のふるさと納税のねイベントの話してました。セナンヨって好き。セナンヨって方言ですかね。なんとかセナンヨって。え、通常の言葉やったらなんとかしなきゃだよなのか。え、セナンヨってどこの言葉？福岡なのかな？九州かな？方言なんだ。待って、初めて知りました、嘘、熊本弁、え、せなんよって言いませんか、これ博多弁なんだ、え、私今まで全国共通やと思ってました、え、方言なんだ、言わないんですか皆さん、なんとかせなんよって、嘘、絶対言っとるって言ってませんか、本当ですか、へー、よくわかりましたね、じゃあせなんよっていう意味、方言なんだ、初めて知りました。え、じゃあ皆さんはなんて言うんですか、なんとかしなきゃいけないよって、日本語だな、しないといけないよって、言えない、しないといけないよっていう日本語むず、せなあかん、あせなんよ、しないとダメだよって、あーなるほどね、へー、方言って初めて知りました、あえー、あと私もこれびっくりしたのがあって、熊本でなんかね後咳っていう言葉があるんですよ、後咳してっていうの、でも私それをなんかこう日本語だと思ってて、あ日本語なんですけどあの世界じゃない、日本のなんか
共通の言葉だと思ってたんですよ、後席って。なんか福岡来た時に、え、ちょっとねえ待って、そう同期後席してよって言うと、なんかみんなもはてなはてなみたいな感じで、そう後席なんで後席って言葉知らないのみんなって思ってたんですけど、なんか熊本の方言らしいですね。方言っていうか熊本の言葉、なんか開けて閉めることをなんか後席って熊本は言うんですよ。なんかそれがもう普通の言葉なんですよね。そうなんか開けっぱなしにしてそれをなんかちゃんと閉めてほしいっていうことを後席してとか、まあ、開けて閉めることを後席するっていうんだけど、それをねずっと私あの日本共通の言葉だと思っててどこでも使ってたんですけど誰にも伝わんなくて、あそこで初めて熊本しか通じない言葉なんだって思いました。難しいですよね。いや難しい、方言って難しいんですよね。知らなかったです。そうみんなもな後席って何って感じですよね。うん、後席って使わないですか、なんか言うんですよ。うんみんな知らないんだ。伝わるの思ってたの、そう伝わると思っとったんです、なんか後席っていう言葉でも熊本だけなんだっていうね。ねえって言ってもわからんか。あ肉まん買ってきたよだってありがとう嬉しい。5分以上かかっちゃったね意地悪すぎ。そんなありがとうございます。いっぱい食べる、やったー。リアルパシリーターね、リアルパシリーなんか買ってきてくださってありがとうございます。今肉まん持ってアパに戻ってきましただって。肉まん大量発生やば、ありがとうございます。お腹空いたから倍美味しく感じそうです、ありがとうございます。うん、明日東京の職場で後席使ってみます。多分誰一人伝わらんよ本当に。そぼち15分や。みくもんは熊本弁ですか。どうだろう、おばあちゃんと電話するときとかはなんか熊本弁になるんやけど、うん、でも博多弁の方がメンバーっている方が多いので博多弁かな。熊本弁はなんか熊本帰った時とかに出る。最近はなんかなんとかバイとか、でもちょっと強いんですよね熊本の言葉ってだから何しようとって言いますから強すぎてなんか私なんかもうってなると思います多分意味わかりますか。何場所とって言うんですよ熊本は。ちょっと古いんかな、おばあちゃんとかなんかよく使ってる感じですお強いそうですよちょっとね、はい強めになっちゃいますね、はい、怖く感じちゃうんかななんかね。うん、ミクリンゴはありませんか。あミクリンゴは最近ないね、うん、普通に言われるんやけど、あそれ可愛いから好きや、言われたらへこむかも。えこれ確かになんかちょっときついですよね熊本弁って、ちょっと強いんですよね確かに。だから気強いって言われるんですかね、熊本の人って特になんか気強いって言われがち。なことないよね。ミクリンも強いだよ。そう言われるからなんか熊本弁使ったらねそのもうごつくなるじゃんね、なんかもうてか何しようとってなっちゃうから、え分からん分からんって感じですね。うん、大魚とかは逆に使わん、なんか大魚美味しいとか言わんもんな。えめっちゃうまかーとかも言わんな。熊本の人は言うのかな、あんま使いませんねそれは。でもダゴとバイとか使います、熊本帰ったら。うん、これなんとかバイって、うん、言いますね、はい
ギャウマかとか言うね。うわもうギャウマかとか言うけど、うーん、なんか家族とずっと熊本おって熊本でご飯食べとる時に出るくらいかな。なんかでも博多弁ですかね最近ずっと。もう HKT 入ってるのが自分の人生の半分だからって考えたら、多分熊本いるの半分、福岡いるの半分だから人生の半分は福岡いるんですよ。だからもうどっちも福岡の方が強いかな。うん、熊本弁は強いです。なんかうるさいとかもうっしゃーとか言いますから怖いですよね。ちょっとあんま使いません熊本弁はなんかあの強いんですよ本当にまあうるさいという機会ないんですけど怖いって言われちゃうので、はい、やめときたいと思います。強いでしょ、そう熊本弁強いんですよ。もううっしゃーとか言いますから、あってなるから、うん、なんか博多の方がちょっと柔らかいんかもしれん。なんとかちゃんとかなんとかととか言うから、熊本はちょっとなんかね点々がつく文字が多いですね。バイとかタイギャーとかが多いかな、うん、怖くないんですよ全然。熊本からしたら多分普通なんですよそれは。そうでもまあ熊本そうでからしたら普通なんですそれは。はい、そういうことです。シェカラシカって使ったりするん？シェカラシカやっとった時はマジスカとかね、もうシェカラシカってよく言ってましたよ。シェカラシカのドラマ撮ってる時はね。でも言わんかな、シェカラシって感じ。なんか言うとしたらシェカラシカやないかな。なんかシェカラシもやだみたいな感じ楽屋シェカラシみたいな感じだけど、言う人いないかもあんまり。ちょっと強いかなそれは方言が、うん、そ普通だと思う多分ね言うのねゆかちゃんくらいじゃないかな何しようとって言うけんね、ゆかちゃんもえだけんやけんって言うけん、やけんさおさみたいな。ゆかちゃんはゆかちゃんは言うんじゃない、うん、しかしかねってはい、言いそうじゃないですかちょっと強いですよね。あの九州の上の方、北九州と熊本とかは割と方言が強いのかな、うん、土言使い秋吉ゆか、そうなんですよ、土言って言いますから。ゆかさんは本当に、秋吉先輩は本当にね、うん、なんかねちょっと違うんよ、わかる、なんか言いたいことわかるかな。なんかどげん、これどげん、えやけんさーっていうそうです、九州の人と結婚したな。あ、ここに熊本と福岡ですよ、ここに。はいはい、まあそうですよね。もうね皆さんね、もう本当に全くもってでそろそろあの時間が来てしまったので、はい、読みます。ランキングね、13位はジーリーモンさん、ジニアスベイさん、1位ギーツのケンさん、1位はあのちょ9位はニコちゃんマーク、8位はみんなミクさん、7位はビエンさん、6位はイマッチ、5位はハリーの道楽さん、4位はピースのおっさん、3位は宮崎の一太郎さん、2位はカズさん、1位来週パシられるもちもち最高、はい、ありがとうございました長時間。あさってボム発売日なので皆さんもう予約はできていますよね。チェックしててください。ありがとうございました。予約済みようだって、あ、やった、
じゃあ私はもうお風呂入って人の準備して寝ます。おやすみなさい、バイバイ。うるしゃー。